矢野口の町づくりを遅らせるわけにはいきません。新しい方々増えております。その新しい方々との橋渡し役としてしっかりと地元の先輩方とつなげていく、人と人とのつながりが軽薄になっては地域は盛り上がりません。この地域をしっかりと活性化させ、地域経済を盛り上げる、そういったことで今を生きる若者たちや子どもたちにとって誇りが持てる、魅力的で活力あふれるこの稲城の町を残していかなければなりません。ですのでどうか皆様方の温かい熱いご支援ご協力を賜りまして、私をどうか議場に挙げていただきたい、その思いでこの1週間しっかりと最終最後まで戦ってまいります。